こんにちは、フェリーチャー大池です。今日もご視聴ありがとうございます。今日のメニュー、ボロネーゼです。まだ実はちゃんとしたボロネーゼやってなくて、でもミートソースっぽいのかな。ハンバーグで、そう、レトルトのね、ハンバーグを簡単にミートソースにする方法で一回やってるぐらいで、今日はちょっとあのいわゆる王道のミートソースをちゃんとしたやつやろうかなと思って、なんかひき肉からね。美味しく作るポイントは2つあって、1つは肉の火入れね、火加減ね、ポイントで焼き方で、もう1つは、赤ワインをどういう風に使うか、赤ワインの使い方ね、まあどっちもあの旨味をアップする大事なポイントです。このチャンネルでは日本各地の美味しい食材を使って簡単なイタリアンレシピを公開しております。ご興味ある方はチャンネル登録もお願いします。はい、どうぞ。これは3種類の黒毛和牛ミックスされてて、1つ目山形県尾花沢和牛で、2つ目飛騨牛、3つ目が近江牛、その3種類のミックスのひき肉です。そんなものを3つブレンドするっていうか、ミックスするのは三越さんしかない、はい、そうですね、はい、あの三越様から買ってきました。他は食材は、他はまあ野菜は玉ねぎだけにしました。もう簡単に作れるように、はい、であとは、赤ワイン、そしてトマト、煮込む時のローリエとローズマリー、あとはスパイスでナツメグですね。チーズはまあ仕上げですね。じゃあ調理開始しますね。まず玉ねぎを、みじん切りにしますね。玉ねぎだけだとこれするのから簡単だね、楽だね。そうね、うん、ミートソースね、やっぱり自分家で作ると美味しいからね、ぜひやってほしいな。いつがいいかな、休日ちょっと時間があるときに、ね、お父さんが作るのはいいんじゃない。はい、もう終わりだ。じゃあまずは玉ねぎを甘くしんなりするまで炒めるところからスタートします。はい、あ、時間かかる。そう、時間、これがね、美味しさの秘密というか秘訣なんだけど、やっぱり時間はかかります。ボロネーゼ自体北の料理でしょ。ボロネーゼはボローニャっていうエリアの、だから北イタリア、ね、うん、北イタリア、ボローニャはボロネーゼ、そう、まあ、ボロネーゼとは言わないんだけどね、向こうはラグーっていうから、そう、あのアラボロネーゼってボロネ風って意味だから。よし、あ、油温まってきたんで玉ねぎから、はい、炒めていきますね。正直な話、あのイタリアの最初に出会ったのはカプリチョーザでしょ。カプリチョーザカプリチョーザだ。そうでしょ。そう、あんたちのパスタちょっと感動した。美味しかった。ああ、そう、こんなにパスって種類あった、うん、うん、あの時驚いた。はい、じゃあ玉ねぎね、しんなりもう火が通ったんで一回ボウルに開けます。じゃあボウルに開けますね。はい、OK です。じゃあお肉焼いていきます。まず塩ね、塩します。もう片面だけでいいので塩してください。はい、で胡椒もします。塊肉のつもりでね、今から焼いていきます。オリーブオイル敷きます。で、火にかけますね。お肉焼くときは強火でいきます。はい、じゃあフライパン温まったんでお肉焼いていきますね。このままいきますよ。あ、もう崩さない。そう、崩さずに、もうハンバーグちょっと焼く要領で強火で表面をしっかり焼いて、ここで炒めちゃうと水が出て旨味が全部逃げちゃう。なんで表面焼いて焦げた感じが旨味になるんで、そう、強火でね、もう触んない。ステーキ焼く時もさ、表面しっかり焼くじゃん、最後全部焼いてオーブン突っ込むなりするんだけど、寝かせ、あの置いとくんだけど、やっぱ肉ってやっぱ表面焼いてここにこうだんだん旨味が出てくるわけです。はい、いいかな、ちょっとじゃあ、あ、いい感じでね、このぐらいまではちゃんと焦げ目をつけると。あ、いいですね、美味しそう、美味しそう。あの、怖がらずに強火でいってください。ちょっと油の跳ねるのはあのちゃんと掃除して奥さんに怒られない。両側の表面がこのぐらいのね、焼き色がついたら崩しても OK です。でもあのこうやって焼いてることであんまり細かくはならないから、塊のまま、とある程度塊のままで、もし油が気になる人はちょっと油取ってあげてもいい。これを動いててるね。そう、取ってもいい。要は余分な油が、油取りたい人は取ればいい。で、油があっても気にならない人はこのままいけばいい。
黒毛和牛の美味しいのは、そう、そう、なんでこのままいきましょう、はい、はい、ここに赤ワイン入れますね。ポイントね。ポイントです。赤ワインのアルコール飛ばしつつ、フライパンのね、肉の旨味がしっかりついてるんで、これをアルコールでこそぎ落とす。なるほど、はい、まあでもちょっとティファールのだから、まあ、ほぼついてない。そう、あのちゃんとついてないこれがあの鉄のフライパンだとそう焦げちゃうんだけどね。お家のフライパンによってはやっぱりガッサリついちゃうと思うんで。年季、ね、の入ったテープのくっついちゃうもんね。そうそうそう、だからこれはちょっと新しいフライパンなんで、そんなに全然こそぎ落とすほどないと思うけど、旨味がもう全部ねちゃんと出てると思うけど、本来はここでアルコールを入れてワインで飛ばします。見てお肉がさ塊になってるでしょ。ああ確かに。そう、あんまりねボロボロにならないんだよな。めちゃくちゃいい匂いするねこれ。この肉いいお肉、いい匂いするねいいお肉すごいね。あ、これはよく使ってるやつじゃ出ない匂い。そうです、そうです。これはぜひね奮発して体験してほしい。いや、もうミートソースはもう肉が命なんで、絶対いいお肉でやってほしい。ほらもう旨味が凝縮してきたでしょ。これここで先ほど炒めといたね玉ねぎ入れます。ちょっと火をこの辺で中火にしますね。あ、ずっと強火だったの。そう、肉焼いてる間はずっと強火でした。もう肉の旨味をね瞬間でこう固めたいので、お肉焼くときは強火。見て、ゴロゴロのねミートソース、はい、玉ねぎも合わせます。今日はねシンプルです。だから簡単ですね、肉と玉ねぎだけ。よし、じゃあ玉ねぎも馴染んだので、トマト入れますね。うん、いい香り、肉の香り。はい、うん、トマトは、ホールトマト半分入れてます。いや、これ全然2人前の量じゃないの。そうだね、ここいけるね。3、4いけるかな。いけるね。はい、で、ここに、ローリエ入れますね。このタイミングでいいんだろう。いや、もうここから煮込みが入るんでね。ああ、うん、そうそう、ここから煮込みが入る。あの、ちょっと水分足りないなと思ったらお水入れてください。はい、で、そして、ローズマリーね、これ私が好きなんで入れるだけです。ローズマリーは、なくてもいいです。あ、刻まないんだけど。あ、ここはちょっと刻まずにいきますね、香りだけで。ローリエはそんな癖ないんだけど、ローズマリーは結構パンチあるから ね。ナツメグですね。これは肉と相性抜群のスパイスなんで、ナツメグね入れます。これもあればですね、まあ、でもハンバーグ作るご家庭にはあると思うんだけど、ナツメグね。はい、ここから、15分から20分ぐらいですかね。結構煮込みますね。煮込んでいきましょう。ここだから、ここはもう弱火で、はい、大丈夫です。ソース作ってる間にパスタも茹でていきます。よし、味付けしましょう。パスタ茹でてる間ですけど、水分も飛んで、馴染んできたので塩コショウしますね。はい、コショウね。コショウ最後にもやりますけど、はい、じゃあ火止めておきます、茹で上がるまで。じゃあパスタ茹で上がりました。ここも火にかけますね。あの、さっき作ったやつを取り分けましたからね。でもね、さっき作ったのが3人前ぐらいだからね。ちょっと3分の1ぐらい減らした。うん、減らしました。ちょっと手間ですけどね。はい、 OK かな。よし、ちょっと茹で汁を入れようかな。茹で汁足してあげてください。麺に絡めていきます。色がいいよね。いわゆる赤色じゃないミートソースですね。はい、じゃあちょっと味を見てお塩で調整してください。で、オリーブオイル。じゃあお皿に盛りましょうか。イタリアンパセリかけて、はい、出来上がり。
うん、うまい、うん、いや肉食ってる感じでしょ、うん、ね、あペスカトーレ食った時の感動がまたちょっと蘇ってくるぐらいパスタの頂点だねこれ。この和牛のやっぱ美味しさだよね。この肉をちゃんとこう最初に表面がっつり焼いたの分かるかな。この多少香ばしい感じとか、うん、あなるほどね、言われてみると、うん、まあ、でもハンバーグの時はやっぱりちょっとローズマリーを刻んで入れたらさ、ローズマリーのパンチがすごい強いね、うんうん、パスタになったけど、これだとそんなにローズマリーだからね、肉だけだから、そう強くないから食べやすいって言うやつなんですよ、うん、ローズマリーはもう別に入れなくても大丈夫、うん、好みで入れてるだけなんで。なるほど、うん、これね、昼ご飯じゃちょっともったいないかなぐらい、ね、もうちょっとこうやって赤ワイン置いて、ね、ゆっくり食べたでしょ書き込む水通しじゃないよね、うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。また銀座のラ・ボッテガヤはメニューなどを一新して再開しております。よろしければお立ち寄りください。